5月18日に行われたヨーロッパリーグ決勝戦でフランクフルトが PK 戦の末にレンジャーズを下し197980シーズン前身大会である UEFA カップ優勝以来となる2度目の優勝を果たした鎌田は120分間フル出場し3人目の PK キッカーを務めて見事に成功長谷部誠は58分からピッチに立ちキャプテンマークを巻いてチームに安定感をもたらした